南北大東島と沖の大東島の位置、沖の大東島は大東諸島に所属する島である。別名ラサ島。行政区画は全島が沖縄県島尻郡北大東村に属する。沖の大東島は南大東島の南約1 6 0キロメートル那覇市の南東約4 0 8キロメートルにある。 周囲約4 3 4トル面積約1.19平方キロメートルの隆起山瑚礁の島である。島の形は北大東島と似た三角形をしており、最高所は東内北部にあって標高3 1 1ルである。南東部から北、そして南東部から北西に向かってやや標高が高い地域となっており、島の中央部は 周囲から10メートルから15メートル標高が低い大地となっている。また島の海岸線は断崖となっており、周囲は珊瑚礁で囲まれている。沖の大東島の気候は、戦前の観測記録によれば年平均気温は24.0度。年間降水量は1296.6ミ、mm、リメートルである。寒暖の差は小さく、夏季はにわか雨が多いものの降水量は、 比較的少ない。また7月から10月は台風シーズンであり、ラサ島工業所による林鉱山が稼働していた戦前期、7月から10月にかけては鉱石の輸送等が困難となることが多かった。沖の大島島はフィリピン海北西部にある沖大島海嶺の最高部である。フィリピン海には沖大島海嶺のほか南大島島、北大東島がある。 大東海嶺、そして大東海嶺の北側には、奄美海大があり、それぞれ、琉球海溝に直行するように北西から南東方向へ、九州、パラを海嶺まで伸びている。沖大東海嶺は東湖を形成する地殻が沈行したものと考えられており、基盤は、白亜気候機の新生岩などによって形成されている。沖大東海嶺は、四神夜には浅い海であったと考えられ、 旋回性の石灰岩が広く堆積した。その後先進予になると沿用性である石灰質の泥岩が堆積している。フィリピン海プレートの移動に伴って沖大東海霊は北西方向へと移動している。フィリピン海プレートは沈み込み帯である琉球海溝に近づくと屈曲し、その影響で海溝周辺流気体と呼ばれる流気体が形成される。沖の大東島 そして南大東島、北大東島はそれぞれ、プレートの移動によって、海港周辺流気帯に差し掛かったため流気して陸化した。南大東島、北大東島は、約160万年前から200万年前に、海港周辺流気帯に入って陸化したものと考えられているが、沖の大東島はそれよりも遅く、約50万年前から60万年前に、 海港周辺流気帯に入って陸化したと見られている。南大東島、北大東島は、干渉が流気した流気干渉であり、中央部に、証拠の後である明確な大地が形成されている。一方、沖の大東島は、中央部に大地があるものの周囲の高地との高低差は10メートルから15メートル程度で、元来、干渉のような証拠があったものと推定されているが、その規模は小さく、 水深も浅かったと考えられている。しかし証拠がない産後礁の隆気地形である、隆気卓礁とするのは、証拠の後である王地が形成されているため、不適切であり、隆気干渉と隆気卓礁の中間的性質の隆気、潤拓礁に分類されている。隆気が進む中で、沖の大東島では、海岸断球が形成され、更新予の4つの断球面が確認できる。 これははっきりとした断球面が形成されていない南大東島、北大東島の地形との大きな違いの一つである。沖の大東島で海岸断球が発達したのは南大東島、北大東島と比べて、宮山部分の傾斜が緩やかであったからと考えられている。急斜面の南大東島、北大東島では流気に伴って段差が生じにくいのに対して、 傾斜が緩やかであるため断球面が形成されたのである。陸化が進む中で沖の大東島では多くの海鳥が生息するようになった。海鳥の糞が堆積してグアノが生成され、さらにグアノ中のリン酸が石灰岩と反応することによってリン鉱石が形成されていった。沖の大東島では1911年から1944年にかけて、 約160万トンの林鉱石が採掘された。1978年の調査によれば、林鉱石の残存推定埋蔵量は約350万トンである。そして1911年から1944年にかけての林鉱石採掘によって、沖の大東島の地形は大きく改変された。元来、島の中心部は標高約15メートル程度で、 比較的平坦であったものが大きな陥没を生じて最低部からは海水が染み出すようになっておりまた島内の地形全体も表層の林鉱石採掘によって岩石が林立した凹凸が激しい地形となっている沖野大東島の植物省の調査報告については1912年ラサ島工業所による林鉱石採掘が始まった直後に 林鉱石の採掘状況等の視察を行った森岡高等農林学校教授山田源太郎の報告書内の記述。そして1989年の琉球大学教授の宮城光一によるもの。その他、1903年の沖縄県知事奈良原茂による大東諸島視察時のものが知られている。1903年の奈良原知事率いる調査団の報告書では、 海岸部の断崖のすぐ内側は荒れた草地であるが、その奥にはアダンリン、そしてビロウリンとなっているとしている。1912年の山田教授の報告によれば、海水がかかる場所にはほとんど植物が見られず、わずかに滑り比喩などが見られるのみであり、その内側には草戸べら林やアダンリンが広がり、島の中心部にはビロウの巡林が広がっていた。なお、 アダンリンとビロウリンの間には、赤鉄、アコウ、ムクイヌビワなど紅葉樹が生育していた。島の中心部に広がっていたビロウの樹林は、昼がお暗くした草は、ほとんど見られなかった。密生している場所ではビロウは一つぼに、約一本半の割合で生えており、高いものでは14.5メートルになったという。九百十二年の山田の調査によれば、朱子植物十二種。 死だ植物2種を確認し、植物の種類は花ははだ少ないとしている。宮城光一の分析によれば、沖の大東島の原植生は、島が小さいこと、故障や湿地帯のような水系を持たないことから、貧弱なものではあったが、基本的には、南大東島、北大東島の植生と似たものであったと考えられる。ラサ島工業所による林鉱石採掘は、 島の植生を激変させていく。1925年に沖の大東島を視察した記録によれば、かつて鬱そうたるビローリンに覆われていたが、林鉱石採掘が進むにつれて伐採されて、工業所の事務所付近に点在するのみになっており、西海岸を除いて樹木が稀であると報告されている。そして1944年、ラサ島工業所による、 林鉱石採掘最終期には、島内には高さ5メートル以下のビロウが13本、残っているのみで、職員住宅と海岸部に多少の草地があるものの、残りは林鉱石採掘後のでこぼこした岩石が連なり、草木が見られない状態となっていた。1989年の宮城光一の調査によれば、沖の大東島では41種の植物が、確認された。 植物症は貧弱であり、確認された植物の多くが海岸部に生育するもので、また機械入手は15種と30%を超えた。沖縄にある鳩間島、ヤカヒ島、クバ島といった約1平方キロメートルの沖の大東島とほぼ同面積の島と比較してみると、種の数は少なく、機械入手の割合は高い。機械入手の割合が高い理由は、 戦前の林鉱石の採掘による植生の破壊や土壌の減少、そして戦後は砂漠状となって爆撃の影響を受けるなど大きな人為的な格乱を受けたことが原因と考えられている。また1989年の調査によれば微老、ムクイヌビワが確認できず、これらの種は人為的な格乱が原因で沖の大東寺までは絶滅したものと考えられている。 島内には、樹林体は皆無で、総本性の植物の中にわずかに、草とベラ、アダンなどの低木が見られるのみである。前述した1912年の山田玄太郎の報告によれば、動物の種類は少なく、爬虫類、哺乳類は全く見られない。つまり、南大東島、北大東島に生息している大東大コウモリは、 沖の大東島には生息していなかったと考えられる。また島内には、目白が多く、人間を恐れないので容易に捕まえることができた。また季節によっては、アホウドリなどが飛来して繁殖していたという。昆虫類は、蝶、が、バッタ、トンボなどが見られ、人間に伴うと考えられるハエヤカ、のみも見られた。一方島内では、ヤシガニが生息しているが、微妙であるため乱獲され、 ラサ島工業所開所約1年にしてその数が減少していたという。沖の大島島についての記録としては、1543年にスペイン人ベルナルド・デ・ラトーレがマル・アブリゴと命名している。その後、オランダ人のアジア方面の進出が盛んになる中でアムステルダムと呼ばれるようになった。また18世紀後半に北アメリカ大陸北西部の太平洋岸を、 探検したことで知られるアメリカ合衆国のジョン・ケンドリックにちなんで、ケンドリック島と書かれた資料もあり、これは、ケンドリックが航海中に沖の大東島を通りかかったことによるものと考えられている。1807年、フランスの軍艦カノニエル号がラサ島と命名した。なお、もともとンパしたイギリス船がラサ島の名付け親であるとの説もある。 ラサの語源ははっきりしていないが、スペイン語などラテン語系の言語では、ラサとは平らなという意味であり、沖の大東島の比較的平坦な地形から名付けられたとする説が有力である。なお、ラサ島という名称は、正式名称が沖の大東島と決定された後も使用され続けている。1885年、北大東島、南大東島の両島は、 日本領に編入される。しかし同じ大東諸島に属しながら、この時沖の大東島の日本領編入は行われなかった。その後、南方への関心が高まっていく中で、南北大東島の開拓への動きが見え始めた1891年に、アメリカ船籍の船、キットセップが大東諸島付近で遭難して南大東島に乗組員が漂着した。漂着後、 船長以下4名がカッターに乗って沖縄本島にたどり着いて救援を要請し、要請を受けて沖縄県は南大東島に救援船を派遣する。この事件をきっかけとして沖縄県は海軍省に南方探検を目的とした軍艦派遣を要請した。沖縄県側の要請は受け入れられ1892年8月に海軍艦船海門が派遣された。 那覇に来航した海門の艦長、柴山八八に対し、沖縄県側は、南北大東島や尖閣諸島に属する島々は、すでに探検が行われているとして、未調査のラッサ島と南ハテルマ島を優先的に探検するよう要請した。しかし海門は、那覇を出航するとまず、南大東島へ行って7名が上陸して、調査を行わせ、 その後ら佐島に向かって3名を上陸させて約1時間半の調査を行った後、再び南大東島に戻って上陸調査中の7名を帰船させると北大東島は上陸すらせず洋上からの視察で終え、北に着いた。この短期間の海軍艦船開門による大東諸島探検について笹森義介は職務を忘れ探検の精神をおろそかにしたものであると通列に 批判した。なお、わずか1時間半の上陸であったが、山下源太郎大ら上陸者は、ラサ島探検報告を、館長の芝山に提出した。山下らは、ラサ島は台風による、高波の影響からか沿岸部に、草木がないものの、内陸部は、草木が鬱蒼そうと生い茂り歩くのも困難であること、そして、鳳ドリの群れが巣作りしていて、 小鳥は人間を恐れる気配が全くないこと。また、水源はなさそうで漂流民やその他人が住んだ、形跡は全くないと報告した。1898年9月、南鳥島の開発を行っていた水谷新六がラサ島を探検している。水谷の目的はアホ鳥ドリの羽毛採取であった。百九十九年六月、今度は宮古島で、 人道税の廃止に向けて活躍した中村十作がラサ島を探検する。中村は1900年6月内務省にラサ島の借用願いを提出した。提出を受けた内務省はラサ島についての情報が全くなくて困惑した。そこで内務省は海軍省水路部に尋ねてみたところ、水路部からは1892年の海門による。 調査等の資料が届けられた。島の実在を確認した内務省は沖縄県にラサ島を沖縄県島尻郡に編入する手続きを行いたいが意見を聞きたいとの紹介文を送付した。内務省からの紹介文に対し沖縄県知事奈良原茂は沖縄県の管轄として島尻郡に編入すべきであると回答した。1900年9月11日 内務大臣の最後を継ぐ道は、中村十作による借用願いが提出された、所属未決定の島である、ラサ島の所属を決定すべきであるとして、正式に日本領として沖縄県島尻郡に編入し、島名を沖野大島島とする案件を閣議に諮った。西郷の提案は了承され、新たに沖野大島と名付けられた島は、 沖縄県島尻郡に属することが閣議決定された。閣議決定を受けて、西郷内務大臣は沖縄県に訓令を発し、それを受けて県は10月17日、沖野大東島を正式に沖縄県島尻郡に編入する告示を行った。なお、沖野大東島の日本領編入のきっかけとなった中村十作の借用願いは返礼扱いとなったため、 釈用は行われなかった。奈良原茂1903年、沖縄県土地整理事務局はこれまで、不正確であった、大東諸島の形状、面積を実測することになった。6月15日、沖縄県土地整理事務局の長官である、県知事、奈良原茂自ら調査団を引き、島尻軍長、事務官、測量員、漁業関係の視察者らが、那覇港から、 大東諸島へと向かった。6月17日朝、沖の大東島沖に到着し、調査員は橋家に乗って沖の大東島に上陸した。島内の草地ではおびただしい数の海鳥が散乱し、ひなを育てていたという。11時から測量を行い、午後3時半には測量を終え、撤収作業の後、午後7時には沖の大東島を離れた。測量の結果、 塔の面積は北大東塔の約12分の一に過ぎないとした。北西部が最も標高が高く、そこから北東方向と南東方向に丘陵地が伸びていて、その間は比較的平坦になっていた。また海岸部はすべて断崖となっていて、海岸線には珊瑚礁が発達していた。林光山が創業していた1938年頃の沖の大東島前景。 日本領編入後の沖の大東島は、林鉱山として開発が始められて発展し、一企業による経営、統治が行われた。戦前期は、大東諸島の南大東島、北大東島と共に、町村制は施行されず、沖縄県からは、国税や県税の徴収事務に関わる理員が派遣された。また1927年に、衆議院議員の選挙権は与えられたものの、 戦前は沖縄県議会議員の選挙権はなかった。沖の大東島が正式に日本領に編入された後、南鳥島の開発事業を行っていた水谷新六が沖縄県に開発願いを提出し、1901年5月11日に認可が降りた。水谷は南鳥島で鳥類の捕獲事業を行っていたが、 乱獲によって鳥類は激減していて撤退を考え始めていた。1901年9月、水谷は羽毛採取を目的として沖の大東島へ向かったものの船が台湾、フィリピン方面に漂流してしまい、結局沖の大東島にたどり着けずに帰還した。開発願いは数年間開発に着手しない場合取り消されることになっており、 水谷の場合も1903年6月6日に認可が取り消された。1902年頃には、1893年頃に沖野大東島を発見して、借地権を得ているとする人物が、資金と人材を集めようとした、詐欺事件が起きている。1903年8月には、横浜市の木村一万四郎という人物が、沖野大東島と北大東島で開婚と、 牧畜業を行いたいと25年間の両党の開発権を申請したとの新聞報道がなされた。1906年、玉城繁栄門が開墾と羽毛採取の目的で沖の大東島の15年間の開発権を取得した。玉城は1899年10月に南大東島、北大東東両党の開発権を取得していた。1906年当時、 南大東島の開墾にかかりきりの状況で、北大東島はほとんど手つかずのままであった。つまり、実際問題として開発権取得時の玉木には、沖野大東島の本格開発に着手する余裕はなかった。それでも、玉木は開発権を取得した後、沖野大東島の調査のために調査船を派遣した。調査船には、水谷新六の追いが水夫として乗船していた。 当日のような事情から、水谷のおいは、水谷新六から、沖の大東島の岩石や土砂を持って帰るように、依頼を受けていた。ラサ島工業所を設立した、常藤森高水谷新六は、林資源開発、確保をライフワークとしていた、常藤森高から、沖の大東島の岩石や土砂の入手を依頼されていた。常藤は、林資源発見を目指して、 全国各地を調査していた。その中で1902年に部下を南鳥島に派遣してコーヒーニーのグアノを発見していた。南鳥島で鳥類の捕獲事業を行っていた水谷新六はグアノの発見後グアノ採掘へと事業転換する。採掘されたグアノは全国肥料取り継ぎ所で肥料として製造販売した。全国肥料取り継ぎ所で 技術指導を行っていたのが常藤であった。南鳥島でのグアの発見、全国肥料取り次所での肥料製造などを通じて、常藤は水谷新独と知り合った。南鳥島でのグアの発見以後、南方の島々での林資源探査に意欲を高めていた。常藤は水谷が南方の島々でしばしば鳥類の捕獲を行っていることを知り、 古長のついでに岩石を持って帰るよう依頼していた。中でも強い興味を持ったのが沖大東島であった。水谷から沖の大東島の話を聞くと、機会があったら岩石や土砂を持ち帰ってくるように頼んでいた。水谷のおいは桃引きに沖の大東島の石を入れて持ち帰った。常藤は沖の大東島の石を一目見て臨光石であると判断した。 ラサ島での林鉱石発見後、常島のほか、肥料省の久喜門7、沖野大島島の開発権を握っていた、玉木半ゲ門、そして水谷新六が工業権を主張した。さらに1909年には、東佐諸島の開発から撤退した西沢義春が、沖野大島島開発に乗り出そうと画策するなど、泥沼の争いとなった。そのような中で、 常藤は1907年8月に沖の大東島へ林鉱石の資源調査団を派遣し、1910年10月には日本産業商会を設立して理事長に就任する。そして日本産業商会設立直後の11月には第2回の資源調査隊を派遣した。国内での権利問題が解決しない中、沖の大東島の林資源に外国資本が触手を伸ばし出した。 開発を背景に、常藤は権利獲得に奔走し、1911年初頭に沖野大東島の開発権の掌握に成功する。2月28日にはラサ島臨行合資会社を設立して社長に就任する。社長就任後の4月、常藤は自らが陣頭指揮をとって沖野大東島に第3回の資源探査を行った。探査の結果、 予想を上回る有望な臨鉱石交渉を確認したため、5月1日にラサ島工業所を創業した、ビロー森の伐採。ラサ島工業所の創業開始後、様々な困難が立ちはだかった。まず鉱山本体の開発とともに、古島である沖の大東島で鉱山経営を進め鉱石を輸送するために、桟橋の建設を進めたものの、8月から9月に、 台風が襲来して、ほとんどの建設済み設備が破壊された。また労働者たちは慣れない、亜熱帯の気候と台風被害によってその多くが離島を希望するに至り、現場の判断で労働者たちの離島を認めざるを得なかった。結局1912年2月からは沖縄県で労働者の募集を開始し、沖の大東島では沖縄県出身の労働者が主力になっていく。 台風の被害からの復旧が終わり、1911年末から林鉱石の輸送が始まったものの、肥料会社各社が沖野大東島の林鉱石の不買同盟を結成したため、鉱石は売れなかった。この問題は、社長、常藤の決断で自社で、沖野大東島産の林鉱石を原料とした、肥料製造を開始したことによって突破口が開かれ、鉱石が売れるようになった。 そして1913年5月には、ラサ島臨港株式会社が設立された。株式会社化の後、様々な混乱が立ちはだかりながらも、臨港石の産出量は増大していった。まず大きな課題となったのは、水の問題であり、その他、台風による船舶の遭難、蝶地フスの流行、そして労働者が暴動寸前の不穏状態になるなど、労働問題も発生した。 1916年3月には台風襲来にも耐えられるコンクリート製の特定が完成した。島内には倉庫、発電所、診療所、宿舎などの施設整備も進んだ。また1915年6月には無線電信局が開局されて外部との情報のやり取りが可能となり、同年中央気象台から気象機器の対応を受けて気象観測も始められた。 ラサト工業所事務所。1914年の第一次世界大戦開戦後、船舶不足によって、林鉱石の輸入が滞るようになった。その上、空前の後継期となって、肥料の売上自体も好調で、沖の大東島の林鉱石は増産されていった。1918年には、ラサト工業所は18万トン余りの輪鉱石を採掘し、鉱山労働者も、 約2000名と最盛期を迎えた。面積1平方キロメートル余りの狭い、沖の大東島に約2000名の鉱山労働者たちが生活し、鉱山労働に従事する状況は、長崎県の丹島と同様の会場に浮かぶ一つの工業空間であった。地方自治が敷かれなかった沖の大東島は、ラサ島臨港株式会社や、その更新企業の運営下に置かれた。学校、 病院、船便、通信、郵便といった業務は企業が担っていて、経済面も会社が発行する、物品交換券が流通するなど、会社のコントロール下に置かれた。治安を守る巡査も会社側からの依頼を受けて、那覇署から請願巡査が派遣されていた。島で働く労働者たちは国税、県税を納め、男子には徴兵もあったが、 地方自治が行われていなかったため沖の大東島に転入の手続き自体ができず、すべての島民は出稼ぎ者扱いであった。第一次世界大戦後の戦後不況の影響で、肥料の消費は減退して、価格も暴落する。その結果、ラサ島工業所は生産体制の縮小を余儀なくされる。その後、大正末期には地下に新たな有望な臨鉱石工場が発見され、 制裁行も一旦は盛り返す。しかし、不況の継続による会社の経営難は、より厳しさを増していき、その上、採掘条件が良い功績が減少したため、1928年末には、急やまとなった。その後、戦時体制が強化されていく中で、日本経済は、長い不況から脱していく。 しかも国際関係の緊張が高まって、林鉱石の輸入に不安材料が出てきた。そのような情勢下で1933年、ラサト工業所は創業を再開する。再開後のラサト工業所は、林鉱石の輸入が困難となっていく中で、農林水産省から増産を強く要請されるようになり、重要産業にも指定されて、物資の供給や人材の確保において、 優遇措置が講じられた。なお、ラサ島工業所の創業再開後の1937年、沖野大東島は3748円で、ラサ工業に払い下げられている。しかし優遇措置を受けていたとはいえ、戦時下の人員不足は深刻で、臨港石採掘に必要な人員を揃えるのは無理であった。しかも肝心の臨港石の品位も低下していった。その上、 戦況の悪化につれて、海上輸送が困難となっていった。それでも1938年から1944年にかけて、ラサト工業所は、日本領内トップの約32万トンの林鉱石を採掘した。1940年に開設された、中央気象台沖外島速攻所。1935年9月から1938年4月まで、 海軍水路部の移動観測班が南大東島で気象観測を行った。その結果、大東諸島での気象観測の重要性が認められて、1938年には南大東島と沖の大東島に気象観測所の新設が決定された。1940年1月、中央気象台が管轄する沖大東速攻所が開設された。 1942年8月には海軍の暴露が建設され、海軍軍人8名と観測員9名が常駐するようになる。その後沖の大東島の海軍兵力として1944年11月には、見張り要員29名と他の任務を担う2名の計31名が新たに来島した。大本営は大東諸島を軍事的要衝と判断して、 防衛体制の強化を図った。1944年3月24日、大本営は、第85兵隊警備隊を、不評第36連隊に、編入の上、大東諸島への展開を命じた。南大東島には、不評第36連隊の連隊本部と第1、第3大隊、大東東市隊。北大東島には、第2大隊。そして、沖の大東島には、 第4中隊が配備されることになった。1944年2月25日、沖の大東島はアメリカ軍による艦砲射撃の攻撃を受けた。4月16日には2役作業中の船が潜水艦による攻撃を受け、ほぼ全乗組員が死亡する。そのような緊迫した情勢下、4月26日に陸軍のラサ島守備隊が上陸した。 進駐してきたラサ島守備隊はラサ島工業所の全面的なバックアップの下で強固な陣地を作り上げていった。9月29日には初の空襲を受け危険性が高まる中で4月以降始まっていたラサ島工業所の従業員の順次大島に白車がかかることになった。林鉱石を採掘するラサ島工業所は食料増産の鍵であり、 全面撤退の決定はなかなか降りなかった。しかし、ラサ島の臨鉱石は、品位が低下していて、外国産の有料な鉱石と混ぜなければ利用できず、しかも海上輸送が困難となったために島内には、採掘された鉱石が溜まってこれ以上諸行ができない状況となっており、結局1944年末に全面撤退の決定が降りた。 1945年1月22日、ラサト工業所の従業員は、全員沖の大東島を離島して、ラサト工業所は閉山となった。ラサト工業所の閉鎖後、アメリカ軍は、艦砲射撃や空襲を加えてきた。3月11日には補給船が来島したが、その補給船が最後となり、終戦後まで補給は完全に断たれた。補給が断たれた後、 ラサ島守備隊は、サツマイモの栽培や魚を取るなどして、自給作戦を取ることになった。その後も米軍による空襲は、断続的に続けられた。米軍が投下した、不発弾を海中で爆破して魚を気絶させる量は、守備隊員たちから、トルーマン給与と呼ばれるようになった。補給が絶たれる中、なんとか、自給作戦を続けてきた、守備隊であったが、8月頃には、 活気患者が増え始めていた。8月15日の終戦後、25日になって、正式な降伏命令が、ラサ島守備隊の元に届けられた。10月12日には、米軍が沖の大東島に上陸し、武装解除、そして10月14日には、ラサ島守備隊は撤収した。ラサ島守備隊員の戦死者は7名であった。撤収後、沖の大東島は、 ラサ島工業所の創業開始以前の無人島に戻った。戦後、沖縄を統治した米軍軍政は、肥料となる林鉱石を産出する沖の大島島、北大島島を要する大島諸島に着目し、沖縄の宝庫の筆頭に位置づけていた。1946年6月、米軍軍政当局は、大島諸島に沖の大島島、 北大東島の林光石調査を名目とした調査団を派遣した。林光石の調査が目的とされた調査団であったが、実際には大東諸島の政治行政、経済面の多岐にわたっての調査を行った。この調査中の1946年6月12日、沖縄民政府の指示により、大東諸島に村政が施行された。 大東諸島の村政志向に伴って、沖の大東島は北大東村に属することになった。なぜ、北大東村に属することになったかについては、資料が残っていないが、地理的な観点からではなく産業面、すなわち、林鉱石の産地である北大東島、沖の大東島とも、林鉱石資源再開発を行うことを考慮したものと推測されている。なお、 沖縄返還後の1973年8月18日、沖の大島島は北大島村阿佐ラサと寺の区域接点が行われた。1950年の朝鮮戦争開戦後、鉄くず需要が高まる中で、沖の大島島に放棄されたラサ島工業所の機械類やレール、そしてラサ島守備隊が残したスクラップ類を回収するため、スクラップ業者がやってくるようになった。 1954年には、スクラップ回収のために、沖の大東島に向かった12名の労働者が、派遣先の経営不振のためへ迎えの船を出せずに、置き去りにされた事件が起きている。1956年4月16日、沖の大東島は、アメリカ海軍の艦隊地車爆撃訓練及び空、隊地車爆撃訓練を行う沖の大東島車、爆撃場となった。 利用条件としては訓練は月15日以内、年間180日以内とされている。1972年の沖縄返還後も、基地利用は継続している。なお沖縄返還後、沖の大東島は一旦国有地とされたが、1937年にラサ工業に払い下げられた事実が確認されたため、1973年10月12日に民有地に訂正されている。 ラサ工業には基地使用のための借地料が支払われているが、1984年度の借地料は3億3000万円であった。その後借地料は公表されないようになったが、1991年の北大東村当局者の推定によれば約5億円である。1979年1月、ラサ工業株式会社は、ラサ島を臨鉱山として再開発するとと,ともに、 採掘終了後は、石油備蓄基地とする計画を策定する。同年7月、広島大学の沖村オスに教授を団長として、ラサ工業と防衛施設長合同で、ラサ島の林鉱石調査が実施された。調査の結果、林鉱石の埋蔵量は、約350万トンと推定された。そのような中で、ラサ工業とラサ島が属する北大島村は、 砂漠場としての契約解除とラサ工業側への返還を求めたが、日本国政府は基地契約解除と返還に同意せず実現しなかった。沖の大島島はアメリカ軍の砂漠場として一般人の立ち入りが禁止されている状況が続いている。1989年5月、北大島村、南大島村共同で沖の大島島の現況並びに、 漁業調査が行われ、両村の職員、沖縄県議会議員3名、漁業関係者、琉球大学教授ら66名が参加した。島内に海鳥は見られず、ラサ島工業所時代の遺構としては、コンクリート製の桟橋、貯水槽の残骸、そしてわずかに、トロッコの敷設跡が残っている程度で、砂漠上の爆撃による穴や薬莢、そして不発弾も見られた。 その一方、島の周囲は、魚影が豊富で豊かな水産資源に恵まれていることも、把握された。2012年地図、海図に記載される名称として、沖の大島島南西部沖合の小島が、南西小島と命名された。ラサ島の読みについては、1915年6月4日付漢方第851号 P98 において、ラサ島とのルビが振られていることから、 ラサ島とする1913年に発足したラサ島臨行株式会社は1934年3月にラサ工業株式会社に社名を変更した。その後大生産業との合併によって1941年9月には大生産業株式会社、1944年6月には東亜高校株式会社と社名を変更する。戦後、 1949年3月にラサ工業株式会社の社名に戻った。ありがとうございます。